はい、今日は札幌市の、M さんからの、娘さんのお腹の腹筋が痛いというお悩みについてお答えしたいと思います。もちろんこれは整形外科的な当院で見れる症状だったと仮定してですけども、まず疑っていることはこの腹筋周りの血液の流れが悪くてこの筋肉が硬くて痛みにつながっていると思いますので、まずはスマホとか勉強とかゲームとか、動画を見すぎて同じ姿勢特に猫背になってないかその時間を減らすことそれプラスシャワーだけでしたらお風呂に入ることによって体を水に浮かべてもらいたいということ。であとはもう一つはその筋肉を硬くしている乳酸という物質を分解する栄養素や酸素が来てないんじゃないかなと思うのでその栄養素を運ぶための水分量も少ないんじゃないかなと思っています。そんな3つのことプラスここの患部の柔軟性を上げるストレッチを今紹介します。その3つのことをやった上で今のストレッチをやるといいと思いますのでストレッチをとりあえず紹介します。そしたらですねこのように痛くなければベストはこのように肘を伸ばしてできればこういうふうに左右にひねって腹筋を伸ばします。おそらく痛いのではないかと思うので肘をついた状態で顎を上げて左右に振ります。これで腹筋の下の方が伸びます。それプラスここの血の巡りプラスここのある筋肉を伸ばしたいので横向きになって膝を曲げます。できればそのまま仰向けになって腹筋プラスここら辺のこのお腹の隙間を広げるようにお腹を広げるように伸ばします。緩めます。伸ばします。緩めます。を繰り返し5回。左右硬い方があったら倍そちら側やってください。そんなことで私は少しこの症状楽になると。そして心臓からこの部分を支えている下の筋肉たちを柔らかくするためにうちでは私が J リーグの選手にやっていた整体プラスメダリストというサプリメント飲み物があるんですがそれを飲んでもらうことによって楽になっている方がたくさんいらっしゃいます。ぜひお試しあれ。JQ チャンネルの動画を見逃したくないあなたはチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。